おめーん。大分の高っち親方です。今回はですね、えー、初めてなんですけれども、皆様、あの、寺島ゆふさん、ご存知でしょうかゆっぴーですね。あのー、80年代のカルチャーに詳しかったりですね、ゆるキャラでね、有名な、まあ、ゆるドルということとして活動されてますけれども、えー、今回ですね、えー、その寺島ゆふさん、ゆっぴーのですね、新しいアルバム、サバイバルレディーがですね、 えー、6月30日リリースされました。おめでとうございます。えー、まあ、実はですね、私、知ったのは、彼女のことを知ったのは最近でございます。あの、ディーンがですね、今度7月7日にですね、ニューアルバム、ツワイライト・イン・シティというですね、アルバムを出すんですが、その、あの、ミュージックビデオにこう連日ですね、えー、彼女が、ね、ユッフィーが出ておりまして、えー、まあ、で、そこで知ったことと、 さらに先日はですね、大分のラジオ番組にも、えー、出られてまして。で、で大分県にユフ市ってありますけれども、まあユフとね、ユフ同じ名前ですし、ユフというキャラクターが好きで、あの、交通会館行った時にですね、ずっとユフがいて、で、ついて行ったら、あの、ユフ、ユフのですね、えぇ、ー、ぬいみいただいたって話もありますし、で、さらにこう、ハロプロが好きということで、モーニング娘。にね、憧れてたという話も聞いて、非常にまあ親近感を覚えまして、 えー、もう予備知識がないまま、もうすぐですね、これ、リミ下のインターネット再開が、6月のこの間ですね、27日曜日にあったんですが、すぐ買いまして、えー、今回、えー、そのアルバムが届きましたので、まあ、開封の儀といいますか、まあ、ですね、えー、届きましたような報告ですけれども、えっ、ー、とですね、アルバム、まあ、ちょっと正直、まだ曲はわからないんですけれども、ですね、えー、13曲入って、 いましてでこうミュージックビデオもこう出ておりますけれどもそして、えー、中がこんな感じですね一応開封の儀ということで、ね、おしゃれな感じに、ね、なってますけれどもこれからまた曲聴いてですねいろいろまたアルバムのこ、ね、内容などを知ってもっとですねゆっィり沼にね入りたいなというふうに思ってますそしてですね、えー、今回リミスタサインということでこちらじゃんサインいただきました えー、今回も高し親方でですね、えー、いただきまして、本当チェキがですね、美しくて、そしてもういきなりね、サインもね、いただきて、本当にありがとうございます。あのー、まあ、話題でもね、サイン会の中でもあったんですけれども、本当また大分には行きたいですし、あね、ファンのユフィストっていうね、ファンの皆様と一緒に、まあ、ユフィンとか回っていきたいですし、ユフィ自身もですね、えー、もうなんというかユフ、ユフィンも好きで、よく大分にはいらっしゃるようですね。 そしてね、このディーンのね、アルバムについてもね、宣伝いただいて本当にありがとうございます。えー、っとですね、もういよいよ一週間ね、ディーンのアルバム一週間ですし、まあ連日ディーンの YouTube チャンネルでは、あの、ユッフィがね、登場ミュージックビデオに登場してまいりますので、これも毎日楽しみで、まあブログでもた紹介してますけれども、ね、ええー、本当にこう、まあいろんなきっかけ、ディーンがきっかけとか、ね、 大分がきっかけ、でハロプロがきっかけで、今回、まあユ f f ィーとで出会うことができたことに、本当に感謝しますし、まあ、これからもですね、えー、まあ、曲など活動をね、えー、楽しみながら、えぇ、ー、f ッフーの沼にも、また、これからハマっていくのを頑張りますので、どうかですね、えー、まあ、皆様もぜひ、あのー、ユ f フ e ーをね、よろしくお願いいたします。ということでですね、今回は本当簡単ですけれども、まあ、開封の儀といいますか、サインが届きましたよの、えー、お話でございました。 え、これからもぜひね、ゆっふぃ、そしてディーン、大分ハロプロ、そして、私親方もぜひよろしくお願いいたします。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、ね、よろしくお願いいたします。そして、高評価、ね、あのー、していただくと本当励みになります。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 こうしたまあアイドルとかですね音楽の話題、えー、引き続きで取り組んでまいりたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。それではまた。